皆さんの冷ややかな視線してとても、癖になりますね。それにしても二条ボールのみんなは可愛いね。そうだね、番組の客も可愛いけどそれに匹敵するくらい可愛いね。そう、やっぱあ、もう憧れ続けた時はね、高校1、2年の時なんか僕チャリコの橋よく来る方にね、二条ボール来たね。来たし、メコメコ村を見た記憶もあるけどね。そのあったね。でも僕たちもやっとここのステージに立てて嬉しいけど、本当に可愛いこと言うとね、わりかしこうやって見るとよく見えるしね、チェックしてるからね。みんなには分からないって言ってしまってよ。じゃあね、じゃあ次にどんどん飛ばして、今日持ち時間少ないんで、あと本当に残り少なくて行って済んで、あの頭に焼き付けて帰ってってちょうだいって。じゃあ次は新曲いきます。まだ曲のタイトル決まってませんけど、野村ダストピンっていう曲です。
迫ってまいりまして、二条高校の FK の皆様にお前らはとっとと帰れと言わんばかりの冷ややかな視線を当て始めてきてるので、じゃあそろそろこれでラストの曲にしたいと思いますので、ありがとう。ええって言ってくれるうちが花だからね、花だからね、花田博之だからね、まあ、あ、笑ってくれてありがとうね。我が花だ、高花だと、たっぷり花だと思うんですね。いやでも、本当にこう、二条高校、本当に俺が学生時代、去年まで学生っていうか、育英だったんですけれども、うじゃうじゃと言ってタイプになってしまうわけですけれども、じゃあこういう美しき女性に送るラブソングです。俺らの人生ごめんなさい。Thank you.
きます。